おっしゃ危ねえ。そうだよな、巻いたいよな、お前な。落としてお願い北島行くぞ。ちょ、音大きくしよう。元気にしてた。そう、天眼座のことを感謝してます。感謝します。こんなこんなにぶつかってもポケモンと乗り越えてきたのね。これはどんな時でも自分に勝ってきたということ。そして学んだ強さは君たちが伝わってくる。シャツとここに来たまで敵が分かってます。ポケモンリーグチャンピオンとして君と戦います。クソかっけや。おみゃー、 OK、 満足した。やめよっかじゃあ今日は。よーし、行くぞ。ここさ、レベル61。これマジシャでさ、半分いかなくない？いや、これ落とそう。なんか余計なこと考えないでやめよう。オッケーオッケー。確認取れてる？いや、いや、圏内じゃないか、これ。圏内取れてる。で、シャドーボールが来る。これを耐えるわけよ。確かこれ、いや、ここ耐えてくんないと終わりなんだが。いや、マジ終わったでしょ、これ。崩された。シャドウ耐えないか。耐えないか。これじゃ、北島かな。ワンチャン、いや、てか、北島クッションにしてもいいなぁ、これ。北島。いや、北島。北島クッションにしていい？触らないと早いから。赤。で、ここさぁ、ここアクハ、耐えない、タイプ1、等倍、耐えない。いや、でも、北島ガブに取っとかなきゃやばいんだよ。ガブに一発レビ。じゃあ、一回落としますか。いや、回復しようじゃん。どうせ落とせないんだから。これはもう投下効果。いや、シャドウだったら、向こうから出したかったけどな。まあ、たらればか、それは。お前、どうした？ここじゃあ、ワンチャンシャドウ読みの颯で。まあ、最悪アクア来てもいいや。シャドウ来い。よーしよしよし。甘いよ。で、これトンボね。で、これ絶対シャドウは飛んでこない。絶対シャドウ飛んでこないから、アルクが出せるはず。アクアも1体は絶対する。オッケーオッケーオッケー。めちゃめちゃサイクル回してんじゃん。これ上取ってマジシャドウ。ミカルゲ1体落とすのにこんなに苦労しちゃいけないの？やばくない？ローズレイド。サーナイトに出してくるローズレイド。まあ毒技持ってるってことでしょ？毒技持ってる。ここは、まあ、ハヤテのブレーパーで落としきろう。ライバルのローズレイドレベル49で、レベル差10あって、つばめ返してヨーレイド落とせたわけじゃん。で、これレベル60になってくると、絶対落とせないじゃん。
迷わずプレバ。お前やるね。よしよし。怖すぎるって。やばい、ヘッドバグも耐えると思うけどな。さすがにな。ただブレバの反動で落ちてたかもしれないから、あれ避けたのはクソでかい。うん。一回考えよう。オカリン出すの安定なんだが、一回考えよう。ミロカラスは技範囲が狭いので、まあ水と氷しか基本的には出さない。で、アットワン独特とかワンチャンあるけど、お前不思議な鱗とかじゃないよな。火炎玉不思議な鱗とか、え、そういう感じ出し、やってくる？まあ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 。一回は耐えるでしょ。さすがにね。まあ、これ、あぶね。こいつ火炎玉不思議な鱗だ。本当にガチじゃん。これで、だから物理型で挑むと、積むんですよ。あ、これガブだ。え、あ、トリトンか。あ、そっかそっかそっか。あ、まあ、それは良くて。そっちがその気なら、まあ、こっちも、その気で行くよ。でもな、問題が一個あるんだよな、これ。ここでハヤテ出すのはいいんだけど、次、ハヤテでトンボ返りして、引き先何になるかって言ったら、世界中出すとレイビ飛んでくんだよ。レイビとかエッチとか飛んでくる可能性があって。いや、これ北島クッションにしてさ、世界中出してもさ、これ、トリトドン上取られてるよね。いや、トリトドンやべえ。トリトドン勝てない。先制技。あ、なな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 。いや、期待しましたよ。期待しましたクッションの。ああ、熱湯か。ああ、うん？これは、これは氷技ないって読んでいいよね。氷言わないよね、これね。まさかお前食べ残しか？いや、これはない。早手に打たないのありえないでしょ。出せるわ。で、ここ何打つかんだけど、種間2回で、最低2回で50でしょ。リフスト、まあ、リフストの方入るか。ここリフストでいいや。オッケー、上取ってる。ナイス。オッケーオッケー。いいね。さあ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 、熱くなってきたじゃないの。北島落ちてんのがやばいんだよ。ミロカラス。ここで、ここで絶対にやらなきゃいけないことは一個あるわ。これこのまま落とすと多分ガブで積むから。ここ元気の、かけら北島。まあ、自己再生は良くて、どうせ言うことないし。あー、ちょっと、ガブの種族値 S102 じゃないですか。クローゼルの S って110？ 調べよう。まあ、とりあえず一回10万しとく。ネットを2体はしてくれる。やけど控えで。あー、まあまあ、しょうがない、それは。え、クローゼの S115。115。ワンチャンここで回復の薬切らないか。115。172。ガブの上取ってないかな。わからん。どっちにしろワンパンでやられるでしょ、クローゼなんて。で、全開にする必要ないよね。
まあ、それは良くて。マジで面白いポケモン。どうせお前火炎玉なくなっちゃったぞ。発動しちゃったぞ。もう厄介だな。もう保釈な。遅延行為か。じゃあ急所は偉すぎ。ルカリオ、ルカリオ、まあ、世界樹が、まあ、絶対1耐えるはず。1回は耐えるはず。何来ても。地震、地震、インファイト、ラスターカノン、もしくはアイアンヘッドで雷パンチとかで。地震覚えてるか。ステイサムは出せない。まあ、世界樹だな。いやー、こいつ気合の助け覚えてそう。あ、覚えてそう、持ってそう。頼む、落として、お願い。頼む。オッケー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 。偉すぎ。よしよしよし。波動だ、こんなに食らうのか。まあ、D 補正、D 加工補正入っちゃってるからな。現状、今そういう状況じゃないだろ、お前。お前 TPO をわきまえろよ。ひたすかぶりやす。じゃあ、ここは、ここ俺ガチでやるわ、じゃあ。もう本当は北島出したいけど、帰ってから行きます。お前もう控えいないだろ。ちゅうわけだ。ちゅう言葉だ。帰ってから出して、ここまで追い詰められたのはいつ以来かしら。かっこいい。企画巻きます。いや、これ、これさ、レベル62でしょ。いや、これ絶対、いや、トンボダメダメダメ。上取られてるわ。これ、ノータイム、おかり。で、岩技、いや、岩技飛んでくるよね。ストーンエッジか岩技で飛んでくる読み、おかり。まあ、ドラクロでも別にいい。まあ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 、安くて。で、次、絶対、地震撃ってくるわけよ。だから、ここは、早手だし、安定。からの威嚇を2回巻くと。お前の栄をどんどん削ってやるよ。で、最悪、北島の上取られてても、1回は耐えるように、調整しよう。ここ、じゃあここさ、ドラクロ撃ってくんだ、ラルクワンチャンない？どう？これ岩技持ってないだろ。行こう。それ行こう。もうこいつ絶対最適解しか撃ってこないから。そういう AI なんですよ。ほらね。ほらね。で、ここにラルクに合わせてくるのが、まあ、最大火力は地震だよね。いや、シャドクロワンチャン？いや、でもシャドクロでもどっちもいいや。どうせ早手で無効できるわ。いや、もう容赦しないからね。あー、毒好きか。あ、これ俺の負けだ。でもまあ、全然耐えるし。威嚇3回巻いてるからね。クソ遅延してな、俺。いや、でもしょうがないね。勝てないんだもん、そうでもしなきゃ。お前が、やべ、ミスった。お前が努力してくるのが悪い。よしよし。はまったな。俺はもうこれがやりたかったから、もう最初から無効クと落ち葉コイルを入れました。コンボルチェンしました。で、ここ別に仮に何来ても耐えるから、ここはもう次からトンボ。で、サメ肌だったら、おめえ、おめえガチガチだな。
やってきやがってこいつ。しかもサメ肌ちゃんと夢特性。おお、そうくる。これで何段階ダウンだ。4段階で2段階、2段階ダウンか。2段階ダウン。ここ北島出していい？ダメかな。さ、剣舞覚えてたんだったらもう意味なくない？サイクル回しても合わされたら終わりくない？これエビで。やべ、おーっと、ヤチロミ持ってる。落とせ。全然入んねえじゃねえかよ。ここどうすっかだなぁ。これにさ、二段階ダウンのさ、自信は耐えてくれないかなぁ。どう思うみんな。北島の、防御力は87なんですよ。弱いんですよ。脆いんですよ。ただ二段階ダウンのレベル66ガブ、AS100252 ブッパ、陽気。陽気か石っぱりかわかんねえわ。いや、耐える。お願い、耐えて。おっしゃ、危ねえ。そうだよな。巻いたいよな、お前な。落として、お願い。北島、北島、やった、強すぎる、マジで。勝ったぜ。こういうことよ。ポケモンはな、種族値で殴るゲームじゃないの。サイクルを回して勝つゲームなの。分かったか、シロナ。中防系ばっか使いやがってよ。さっきまでの君は最強のチャレンジャー。そして、たった今最高のポケモントレーナーとして、チャンピオンになったんで。今日から俺がチャンピオンだ。素晴らしい戦いだと。ポケモンが最大限力を発揮できるよう応援しつつ、冷静な判断で見事勝利した。その情熱と落ち着き、二つを合わせ持つ。君とポケモンなら、いつだって、どこだって、どんなことでも乗り越えられる。戦っていつそう思ったの、新落ち王の新しい、チャンピオン、誕生ね。さあ、そのリフト乗って。俺、回復何個切った？元気のかけるぐらい。よう頑張ったくない？静けさがいいよなぁ。いや、マジで楽しかった。あんなガチガチなガブいるかよ。剣舞はやばいだろ。ゴザギにあるのが殿堂入りの部屋。全抜きされんぞ、あんだろ。バビ君、さっきの戦い見事だったぞ。わざっす。あら、七日も博士。うん。業務使いの手伝いを頼んで子供がここまで来て。この成長を見届けるのは当然だろ。バビ君、なんというか大人になったな。わしの嫁にならないか、すごく頼もしく見える。相変わらず子供がお好きなんですね。なんかちょっと嫌な言い方だな。こっちに来てくれかしら。七日目の博士もどうも。どうぞ。私もちっちゃい頃は、あなたは可愛がってくれたわね。でも大人になったら全然可愛がってくれなくなった。それはなぜかしら。久しぶりだな、ここに入るのは。私がチャンピオンになった時だとすれば、かなり昔のことですね。さて、パピコさん、この殿堂入りの部屋に刻むのは君たちの名前、残すのはここに来るまでの旅の思い出。さあ、ポケモンリーグの厳しい戦いを勝ち抜いた君と共に戦ったパートナーのポケモンをこのマシンに記録しましょう。ごめんな、デアンス。お前はここに名を刻むことはなかった。だがしかし、旅の途中、波乗り、滝登り、怪力、いろんなところで活躍してくれた。いやー、オカリン強かった、マジで。しかし、もう最後、ようやったわ。怪獣、お前は足が遅かった。いや、早て、上から殴る最強のポケモンだったよ。セイサム、お前はよくわからなかった。ちょっと頑張った。ちょっとな。じゃあ、ポケモンリングチャンピオンおめでとう。カシャッ。21時間42分。結構やったな。
いや、おもろかった。こう欲しいぜ。いや、懐かしい。じゃあ、大きくしよう。ちわけで、ポケットモンスター、ブリリアント、ブリブリ、ダイヤモンド。見事ね、殿堂入りということで。まあ、総括に入ろうかな。まあ、いろいろ、まあ、この実況中に、まあ、数々の文句を浴びせてしまったことを大変謝罪したいですけども。あの、まあ、思いがね、ちょっと強すぎたんですよ、僕の場合。ダイヤモンドパールに馳せる思いが、ダイパーキッズなんで。ちょうど僕が小学校入りたての時に発売したゲームなんで、まあ、みんなやってたんだよ、当時は。だから、まずね、それに対する熱い思いというか、まあ、ここまでさ、何年間、十数年間、全然音沙汰なしで、ダイパーリメイクについては。で、オラスとかも出て、あ、じゃあ次はダイパーだなって思ってたら、まあ、よくわかんない、検察とかいろいろ出て、まあ、よくわかんなくはないんだけど、すげえ、置き去りにされてたんだよね。まあ、だから、ネットとかで、ダイパーキッズ、気持ち悪いな、みたいな、散々ね、叩かれてたわけなんだけど、みんな、それぐらいね、ダイヤモンドパールに対する思いが強かったわけよ。で、こうして発売して、まあ、なんか、思ってたらそう、ちょっと違うなっていうのは、大多数の意見だと思うんだけど。まあ、でも、懐かしむ程度、ノスタルジーに浸る程度には、ちゃんとリメイクしてくれてたし、面白かったですね、僕は。まあ、細かいことを言うならば、まあ、操作性の悪さとか、ポケッチとか、昔の方が良かったなっていうのが、ただあった。その点はまあ、しょうがない。時代によるものだったりね、カジノとかね。まあ、いろいろね、そういうのに合わせて、追加されたものでも、失われたものでも、あるので、これはまあ、目をつむるとしましょうか。正直で、まあ言いたいこと、ほとんど言っちゃったんだけど。内容的には、てかポケモンリーグの新要素はマジよ。良かったと思うわ。まあ、初見でやるにはかなり難しいから、まあ、その辺は、僕は初見じゃないので、もうポケモンマスターなんで、20年間やってるんで、まあ、あれぐらいのことはするだろうな、みたいな。予想できるけど。難易度が高いっていうのは、まあ、お前らが頑張れ。勝てるように頑張れ。そうしてみんな強くなってきたんだから。つまずいたら終わりじゃないんだよ。その壁を乗り越えてこそ、ポケモンなわけよ。わかったか？最悪、トンボルチェンすれば勝てるから。な、ジバコとムクオーク捕まえてこい。正解はトンボルチェンだ。いや、ヒカリちゃん可愛かったな。やっぱ、この年代の子はみんなヒカリに恋してたから。ヒカリとポッチャマいいな、つって。ギフフ。小学校の頃からね、みんな、そういうなんかオタクの系譜を持ってたわけですよ。いや、デアンスめっちゃ可愛くね、こう見ると。何それ？俺もやりたいんだけど。いいよな。散々デアンスのことをバカにしてたけど。いや、もう超好きなんだよ、ビーダル。なんか、アーマでしてさ、愛されそうにない見た目のポケモンいないでしょ。そういうのを可愛がるのが、俺たちの役目なわけよ。ちょっとブスぐらいがいいんだよ。ちょうどいいんだよ。愛嬌があって。あと、そうだな。エムリット、ユクシー、アグロムは。まあ、じゃあ、そのうち捕まえときます。こいつ忘れてた。完全に忘れてた。そういえば、いたわ。リアルガンの時助けてくれたわ。ごめんね。捕まえに行かなくて。まあ、こいつらさ、ね、多分みんな複数体持ってるだろうから。そのうち気が向いたら捕まえに行く程度でいいんじゃないか。ただいま。ママ。安心感あるな。まさごたんは。カシャ。終わり。